さあ女性プレイヤー同士の対決、さあ女の戦い、女の戦い、さあポッケン界の女王のチュー VS このいや、ポッケン界で一番偉いらしいですよ、女性の中で。何見て、プレイ始まる。さあ対するシャドさん、さあ謀反を起こすのか。謀反を起こすのか。いやもう女王は私のさ。さあ秋葉原の女王はどっちか。歌舞伎町の女王とかだったら嬉しいけどね。秋葉原の女王だとな。さあオキネット、これが俺直伝のオキネット。さあコンバミスっちゃって再カッターを避けて、やっぱ上手い人はこの再カッター出てからしゃがむまでが早いですよね。さあ可愛らしい一面を見せつつ、やっぱ女性プレイヤー同士だから可愛さも大事だから、このプレイのミスで可愛さをアピールするっていうのも大事。さあそんなこと言ってる間に女王の貫禄を見せつけて、さあ腹ドン、さあ潰して、さあ未来、さあ、ね、誰がカースト上位か教えてやるよと言わんばかりのネットで、ね、あ、ヨンちゃんの実況来る。いいね、学校生活とか話してくれていいんだよ。学校の政策のこととか。まだまだちょっと上に怒られちゃうから。試合終わってからじゃないと。破壊構成を避けて、それ言ってる間に、チューちゃんの女王の体力が残り半分。しかし女王は興味があるぞ。8割で、わーっと最高ブレイクで取ったけど、それは、スパークでいいんです。さあ、プラ8取って。さあ、プラ8取って。あーっと、潰れる。さあ、ジラジも耐えて、強め。わ、なんかテクイ。テクイ、なんか、EV サイコブレイクみたいな感じですね。さあ、ダメージアップもして。さあ、佐藤さん粘れるか？女王の圧に粘れるか？あー、暴れちゃう。あー、終わった。終わってない。あるぞー、死んだか、死なない。2枚、おー、ステップ読みありますね。さあカーストが決まる格付け対決、女性プレイヤー格付け対決はテンポ取ってくな、中3マスクか。共鳴して、ブロック出してみて、飛んだところに引っかかったけど、画面端抜けたけど、ネットで逃がさねえと。お前逃がさねえからな。逃げんなよ。さあ、フロントシュート打って、投げが通って、これはいて、ミュートも共鳴溜まりそう。8割。ガードが硬いけど、ガードが硬くなかった。私は共鳴切り助かって、前ジャンで逃げて、あーっと俺は痛い、共鳴止まる前に死んじゃうか。いや、してない。このフェイズ取れれば EV 出してもいいんじゃないかな。それタイル回復して、さあ取って、さあマルティカも共鳴止まってる。あーっと、ほらこのフェイズ取れれば、おー取って、フェイズ変えて、あーフェイズ変えらんない。あーでも、たまんないんだ、まだ。シュート？残り15秒。止まって共鳴して、ゴリゴリに行くけど、フロント当たって、
よ。これ前捨て BA があるか。あー、いや、この相手を信用して前捨て BA なんかじゃなくて打撃に行ったけど、さあカーストを分からせたところで、さあめっちゃ怖い人かもしれないから。あ、よんちゃん、あ、プロ、だマスピかな。今日キャラ何で行くの。何でもいいんだよ、だって今日何でもいいんだよキャラ。ミュウツーもいるじゃん。でもマスピカ使いからは、マスピカ使いからは怪力有利だって言ってるけどね。アザゼル有利。さあ、よんちゃん。これ OB からの OB 命令。あ、アゾゼル有利、トリゴマ不利、間違いない。マスピカアゾゼルはアゾゼル有利だけど、マスピカトリゴマはトリゴマ不利だな。さあ、正しい情報を流したところで、さあさあ、ホミカク、さあブロック取って、さあページ、さあ投げには2枚、さあこれがプロの2枚だと。さあ投げ分身投げ、さあフィールド、あーっとこれでかいぞ。しかしマスピカ今日目玉る。さあまだ吐かない、おーうまい。さあまだ吐かない、まだ吐かない、ここで吐く。さあ地獄キャンを嫌がって吐くところを考えてましたね。おー、よく届いた。判断がいい。いい判断。ナイス。判断って英語でなんて言うの。あー、ステップ読んだけど。出し切られて。さあ、でもアドレルさんも、キョメ食べて、イブ出して、キョメたまんないけど、さあ石がある。あー、しかもお互いキョメたまる。さあ前飛び、さあ削って、さああとは BA をガードしないだけ。あーっと上にも飛んでくる。さあ女性プレイヤーだけでなく男性プレイヤーまでも統率するのか、この女。さあ、こちらに取って、さあガードさせて、ホミカクが通って、さあたま、そう最近流行りのこの、ではあのホミカクなどさ、このよく今歩かないでこの5愛でいい判断できるよね。さあこれはちゃんと確認して、おーっとこれマジか、確認か、うますぎる。8愛で確認してインファイトで、おーっと、あ、そういうのでいいんだ。俺知ら、初めて知った。いやー、勉強になるな。ブロック取って、影分身ステップ。さあ固めて 8x 2y 投げ、無理やり押し返して1本取り返すのはアズゼプロ。さあ鏡も溜まっているぞ。さあ最終ラウンド、さあ開幕 EV は、 EV じゃなくてジラチュー叩いて、空手ホミカク。さあこれやめてほしいよね。ピカチュウのさ、ほっぺとかもさ、ホミカクで取ってもさ、フェイズカウント、あれ何なの、ずるいんだけど。さあ、おーっとこれ潰してるタイミングを知っていたか。さあ固めて、さあバンジキースか。さあプロには勝てないのか。
さあ前飛びで、おーと追えないけど、とっさの判断、いい判断ですね。さあメザビーム打って投げに行ったけど、あ、これは食らっていいでしょうという感じの勝負。さあ BA もらっても別に共鳴が起こってる。さあなんかよく分かんないことがあったらしいけど、さあまだ共鳴は吐かない。さあシュート、さあ前飛びで逃げて様子を見るけども、フロント当たっちゃう。さあこれ DV 叩かれて共鳴たまりますね。たまんないっす。いい V じゃねえよ。さあ歩いて BA。 さあここがガードが硬い。さあお相打ちで共鳴を止める。この女やりよる。さあ一生固めて仮面始まって押していく。おーっと読んでた。え、今共鳴切れ、共鳴切れ、分かった。いや共鳴切れも使っていく。え、あのさ 8X 連携って見てから押してるの、見てから8枚押してんの。読み読み、ああなるほど。キャラ1回戦と2回戦は OK。 帰らない。え、変えていいの？あ、変えていいんだって。あ、おい、いいらしいです。ララさん、ちょっと待ってください。ララさん、ララさん、ちょっと待って。さあ、僕はパラスに誤情報を流されましたね。誤情報を流されて。さあ、アドゼルプロが、この応援を変えている。応援を変えつつ、いやヨンちゃん今日もなんかおしゃれですね。なんか同じ大学の出身とは思えない格好ですよね。さあさあプロ対リーマンですね。リーマン今週、さあお互いカードが見つからないのと応援を変えているので、大丈夫、俺の帰る気のカード使う？帰るフリかもしれない。あ、だいぶブッパさんのグレッグルのカード使う？さあカード、あ、ポケットに入ってるパターン、このパターンだ、このパターン、ある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 。いやオッケーオッケー、お互い準備ができたね。さあ水を飲んで、さあなんだっけそれ、ソルティーライチを飲んで、さあしかしこのララさん完璧になんかこのサラリーマンの格好ですね。だいぶだいぶ、さあサラリーマンスタイル。さあ1週間働いてこの金曜日の夜にトラタワって、実はなかなかきついんですよ。実はなかなかきつい。さあアザゼルプロ対アザゼルプロミュウツー対ラナサムハッサム。さあ赤いのと白いのですね。あれさすがにツタージュじゃないんだ。さあサイドシュート巻いたりして、さあ相打ち、さあ飛んだところに下からケツを突き上げて、さあ8枚2枚2枚で読んで、さあガーサしてお互いバックして、さあガーサして前捨て、画面端、アザゼルが画面抜けられて、投げられて、今日もあれやる、今日もあれやる、この戦場ヶ原ひたぎやる、
このハッサムはこれ皆さん見てください見てください、ハッサムって実はこれ天井ヶ原下着なんですよ。さあブロックで取って、さあコンボはそれでいいのか。さあすいませんと謝っている。さあ再カッター、さあ壁を出してカニの手出して結構頭出して固め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 て、さあ投げが通って死んでいく。あ生きてる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 って素晴らしい。ホッチキスホッチキス、あーっと歩いち戦場原じゃない、いや戦場原誰それ誰それ、俺は金川翼派だうそ、本当は八九島よいちゃんさあ今のは、さあやっぱりキャラが分かってないのか、早くデラックス出てくれってと言わんばかりの。さあ下校頭、さあスライディングで避けて、さあ八割飛んだの見てから八割、さあこれは痛いクリティカル、さあカニで挟まれて、カニの手ってのは剣が飛んできて、さあドレパンして2割、さあホッチキスの外なら動けるんだぞと。そしてハッサム今日目玉る、さあイーブイがまだ残ってる、さあ死んだ足のない、さあさあちょっとキャラ勝ったのはララスタム、さあ、まあ、なんだかんだ言って、まあ、私の勝ちだと言わんばかりのこの女王とサラリーマンチームの勝ちで、コメントないけどこれは俺の責任だよこれは俺の責任だよ実況のせいだよ